昆布缶昆布巻きは、魚等を昆布で巻いて、煮る日本料理である。磨きニシンを使用したニシンの昆布巻きが代表的である。ニシンの昆布巻き磨きニシンは、米のとぎ汁につけて戻す。毎日とぎ汁を取り替え4日ほどかかる。骨を取り除き番茶で茹でる。昆布は、水で戻し柔らかくし、ニシンを包んで、かんぴょうで結ぶ。経木を敷いた鍋に入れ、だしや醤油やみりん等で甘辛く煮詰める。火を止めて、冷まし味を含ませる。一口大に切って盛り付け、針にした生姜を天盛りにして提供する。室町時代後期に至り、昆布の乾燥法が確立し、流通量、流通圏が拡大したこと、また醤油が普及したから作られるようになったと考えられている。喜ぶに通じることからおせち料理の一つ。昆布を渦巻き状に巻き込んだかまぼこで、主に富山県で生産、消費される。富山県におけるかまぼこの基本形態となっており、昆布を用いない場合でも同様の形をしている。それとは対照的に全国で一般的な板付きのかまぼこは地元のかまぼこメーカーではほとんど作られていないし、スーパーでもあまり売られていない。赤巻きが一般的によく使われるが、青巻きや白巻きもある。かつて、加賀藩の支配下にあった越中地方では、地元民の口に入りにくかった魚の代用として、かまぼこが広く食べられていた。同時に富山は、昆布の消費量が多い土地柄であり、かまぼこに昆布を巻き込んだかまぼこが生まれた。広辞苑第5版 AB。式日本の料理冬講談社 ISBN4 から06から267,454から8佐藤水産パンフレット吟醸100/2007から 2008P71 北前船による昆布貿易の中継地だったことによる。現在でも家庭あたりの昆布購入額が全国1位である統計局家計調査 http://www.stat.go.jp/data/keikei/5.htm かまぼこの歴史株式会社梅かま http://umekeima.co.jp/contents/rekisi.html ありがとうございます。